バイクで事故をしたわけですね。半寝たきりみたいな状況になった時に生きる喜びというか、ボクシング界だけじゃなく世の中がすごい落ち込んだというか、そのボクシングで競技者としても先を考えれない時期もあったし、上から打ち下ろす強烈な左を持ってる、まあ強敵ですね6月10日以降も5大満足で、なんとか笑い合えるというかね、そんな戦いができれば。おー、何回でもいけるよ、ハワイ。